はい、2023年11月8日水曜日午前11時23分過ぎたとこですね。はい、こんにちは。はい、まあ、今日はちょっとしたおかずをね、作っていきたいと思います。86になるおばばさんにと一緒に食べるあのおかずをね、ちょっと作っていきたいと思います。簡単なおかずですよ。簡単なおかずをちょっと、ね、もうてか出来上がってますから焼き直すだけです。はい、リベイクってやつです。リベイクになるのかな。ベイクって焼くつかねえな。チャッカマンがつかない。切れてきたな。こうしないとつかない。ついた。でも奥に入れないとね、ダメなんだよね。さあ、これでつくかな。これこの火種だけでつきますかね。いやー、昨日はね、私はエーザイの株価持ってるんですけど、345株ほどで、まあだいぶ下がったんでね、まあ下げに下げました。8000割って7700何本まで行きましたね。さすがにその反動で今日はちょっと上がってますね。12時半にね、午後の株式が市場が開くと同時に決算発表してね、あまり好感されなかったみたいですね、決算内容に。あれだけ売られたということは、はい、で社長がね、多分株式市場閉じた後にね、なんか説明してたんですよね、なんかいろいろ。それを好感されて上がった可能性もありますね。また年内にアルツハイマー病のね、薬、日本国内、まあ、アメリカではもう発売されてるんですけど、日本でも年内には発売される見通しっていうのがニュースに出てたんですよね。私さっき気づいたんですけど。それで買われた可能性ももちろんありますね。はい。まあ、ただ、薬価がまだ決まってないんでね、薬の価格、そのアルツハイマー病の薬ね。アメリカはですよ、アメリカは民間の企業がね、独自に、薬の価格決めれるらしいです。ただ、日本の場合は国が決めるらしいです。エーザイは決めれない人だから。で、日本で正式承認されたのが、確か9月25日だったはず、今年の。だから、1ヶ月以上前ですね。で、原則として薬の価格は60日以内に決めないといけないというのがあるみたいなんですよ。ということはですよ、11月25日あたりまでには多分そのエーザイのアルツハイマーの薬、まあレカネバブっていう、ね、商品名レケンビでしたっけっていうのがあるんですけど、それがね、だからその25日ぐらいまでには薬価が決まるんでね、薬の価格が決まらないとね、処方すらできないですからね、医者もね、当たり前だけど、当たり前の話をしてます。まあ、ただ、どういう系統で、ね、その初期の患者にしか使えないからね、最初期の、ボケ始めの、ボケっていう言い方でいいのかわからないですけど、症状が出始める。軽度認知障害とかありますよね。あの段階で使うなら効果が見込める。ただ、軽度認知障害の人は、その段階でなかなか病院に来ないんですよね。ここが一番の問題点です。で、病気に対する理解もあまりない人がいるんでね。いるには、やっぱり。まあ、アルツハイマーがない世界になってほしいんですけど、私の願いとしてはね。だから、エーザイの株を買ってるんですよ。儲けようとかよ、そういう気持ちで勝てるじゃないですかね。ちょっと儲けようって気持ちあるけど、全部でないって言ったら嘘になりますけどね。345株、今8000円、若干切ってるぐらいかな。7000円、まあ8000円として345株ならいくらだ ?8000 かけるさ、270万か私入れてることになりますね。さあ、後ろタイム。いいですね。
さあ、動画を撮り始めてもう5分も私は一人でベラベラ喋ってたっていうことですかね。11時半に、午前、日本の場合はね、11時半に一旦取引が終了になります。はい。だからあと2分でね、今11時28分なんですけど、あと2分で一旦終了です。ああ、エーザイ今8000戻してきたとこですね、ちょうど。昨日からの値動き、はい、昨日下がってますよね。見えますかね？これ取れてねえな。はい。まあまあ、なんとなくわかるはずです。昨日がこの辺です。ああ、倒れる。昨日がこれです。今日はちょっと反発して上がって、今8000円回復したって感じですかね。これ見えてるんですかね？見えてるかどうかがわかんないから、後で確認します。まあ確認し、見えなくてもいいですよ。いたよ。はい、いたよ。こらばっちか。まこつ。クリーパーさんがちょうど画角に入っていることに私が気づきました。もう11時半、そう、つまり12時が来るんで早く作らないとね、ご飯お腹空かせちゃうんでね。いや、何歳になっても腹は減りますからね。今年86になろうが、今年40だろうが。戦をしようという気はないですけど戦い方っていうものは別に武力だけの戦いではないですよ。他の戦いももちろんいろいろあります。経済活動も戦いの一つです。企業間同士が戦ってライバルとこう競い合うんですからね。競い合うことがなくなった業界は廃れます。はい。携帯会社もね、大手キャリアが3社、まあ、4社になりましたけど、でも楽天モバイルまだまだ全然弱いですからね。あそこ赤字事業がね、プラチナバンドが申請したと思うんで、プラチナバンドが取れたらやっと構成にいけるのかな。ちょっとわかんないですよね、あれ。契約者数自体はじわじわ伸びちゃいましたが、一旦無料、契約プラン無料をなくして980円、最低価格が税抜き。税抜き980円のプランを最低価格にしたときに、ごっそり何十万人かは確か契約者数減ったけど、またその後回復しましたからね。なんといっても使い放題で2980円税抜きっていうのは大きいですよ。3ギガまでが、3ギガやったか2ギガやったか、まあ、そこまでが基本料金の980円。通話もし放題。で、20ギガまでが1980円。月額ね。月の通信料20ギガまでが1980円税抜き。で、20ギガ以上超えたら、どんだけ使っても、もう2980円のままです。税抜き。だから私今ここテザリングでネットとか動画とか見るんですけど、先月100ギガ超えたんですけどね、通信料。2980円で止まってるんで、全然大丈夫です。ここかなり田舎ですけど、まあでも、山奥じゃないんでね、山奥って感じではないんで、全然問題なく使えましたね。つながんないなっていうことが先月は一回もなかったですね。楽天モバイル、回線強くなってきたんですかね。ここでこんだけつながるってことは。都市部ではもう使いやすいんじゃないですかね。ちょっとわかんないですけど。どれぐらい田舎かっていうのはね、山を見れば大体察してもらえると思います。はい、山がありますね。山に囲まれた町といえばいいんでしょうか。はい、あそこに山が見えますよね。ああいうのが、全体を囲んでます。はい。さあ、こんなことを喋ってる場合ではないぞ。楽天モバイルの話はもういい。私は飯を作らなければ怒られる。ガラる。叱られる。はい、何を言っても。あおっと、危ない。燃える。スマホが燃えちゃう。はい、何を作ろうかっていう話なんですけど。はい、はい、みんな大好き。昨日ね、買ってた。フレンドリーマート黒木で買ってたスタミナ揚げ378円で6本入りですね。骨付きのやつです。はい。
これがね、冷たく冷蔵庫に保管してたんで冷たいんですけど、これをね、七輪でね、焼き直すとね、これがうまいんですよ、また。これを差し入れたいと思います。はい。まあ、お肉好きなんでね、どんなに年をとってもお肉は美味しい。そういうことです。つまりそういうこと。そういうこと。そういうこと。どういうことやねん。はい。油が出ちゃうんでね、火がね、強まりすぎるんですよね。おっと、強まりすぎているぞ、早速。これを焼酎のあてにしようと思ったんですけどね、昨日の夜。やっぱ他の食べただけでお腹いっぱいになっちゃいましたね。いや、もう見るからにうまそう、こんなの。フレンドリーマーと黒木しか勝たん。フレンドリーマーと黒木推し系配信動画投稿者です。なんだそれ、何だフレンドリーマーと黒木推し系動画投稿者。 YouTuber って言うとはどこから YouTuber って言っていいですか。あの、収益ができたら YouTuber って。もう焦げてる、私たち焦げ始めてる。ボルデデンゼンゼンセダンダンドンドルルルルッタルル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 ルやべやばいぞ。温め直すだけでいいですよ。ちょっとこれ後で温め直そう。最後でいいですね、こういうの。あと一品ね、ちょっとなんか作ろうとは思ってるんですよ。あの、そっちができる寸前でいいや。これ温めるの。もう一回温めろ。あとで。はい、このアルミ皿があるんでね。これでなんかやっていきましょう。はい。で、さっきまたフレンドリーマーと黒に行ってきたんですけど、こういうのを見つけました。はい。おっと。長崎ちゃんぽん麺ですね。半額になってました。これを使って焼きそばを作っていきたいと思います。ちゃんぽん麺でできるんでね、どうせ焼きそばなんか。で、お肉が見当たらなかったんで、これで代用しましょう。これも半額でした、ちなみに。はい、私、半額マンです。はい、自覚しています。半額が大好きなんです。これをハサミでね、切っていきましょうかね。いい感じに細かく、どうせなら細かく。油入れてないけど大丈夫ですかね。油がないな、そういや、ここ噛むから油出ないかな。アルミ皿でこんなことしたのことないからね、わかんない。これ、コウ君だから美味しいっすよ、多分。なんだっけ、コウ君のキャラクター。ソップリン。ソップリンだったかな。あの、例のあの方が大好きだね。誰？絶対見てねえから大丈夫だけど。いや、見てる可能性もあるんだよね。このチャンネル登録してる。登録はしてるだろうし。登録解除してる可能性もあるんだけど。地元の飯ばっかあげるから関係ねえもんね、よその人。はい、こんな感じでちょっと今炒めてます。はい。で、ちょっと具がね、まこれが炒まってからでいいですけど、もうちょっと上から取りますか。はい。味付けはどうしようか考えてるんですけど、まあマキシマムを振りかけるだけにします。すごいシンプルな差し入れです。まあ、お肉もあるんでね。手羽、スタミナ揚げが。マキシマムがねえぞ、あった。マキシマム。みんな大好き、マキシマム。あの、しかし、剥がしたんでわからないです。マキシマムの表示がない。ちょっと野菜も入れていきましょうかね。と、持ってるんだよね、まだいっぱい。
はい、これは都城の親戚の一で、の庭で採れたピーマンですね。はい、ぐちゃぐちゃにして入れていきます。この赤ピーマンもちょっと炒めてきたな。ええ、結構。赤ピーマンも入れると彩りが良くなりますね。いや、非常に彩りが良くなったんではないでしょうか。これだけで。平竹もちょっと入れていきましょうか。はい、平竹ですね。これは綾町のね、なんていうとこでしたっけ。即売所。有名なとこ。有名なとこで買ってきたやつです。で、キャベツをちょこっとだけ入れていきましょう。ちょこっとだけ。これだけの、これだけでいっぱいになっちゃいましたね。これも野菜炒めにしましょうかね。うん、やめた。野菜炒めにしよう。変更です。麺はもう使いません。野菜炒めにします。はい。これ無人即売所で買ってきたインゲンですね。これちょっと洗っときましょうかな。今日も。人間は結構入ってて100円でした。ボリュームこれぐらいですね。一昨日買ってきたやつです。まあ田舎なんでね、無人の即売所がその辺に結構あります。しかし、野菜を作る人も同時に減ってるっぽいんでね、お年寄りが趣味でね、やった野菜作りを、こう田舎の即売所、まあ道の駅とかにね、出すんですよ。いいお小遣い稼ぎになるんじゃないですかね、趣味兼。楽しいですよ、野菜作りもやってみると。はい。こんな感じですかね。ちょっと火を強めたいんですよね。ちょっと火を強めたいでね。さっき切った木をね、入れていきたいと思います。炎をね、上がらせる。直火を当てたい。そんな時は木を入れます。はい。はい、これで、なんとかなるのではないでしょうか。火がつけばね。炭も足しときましょうかね。いらんと思うけど。念のため。念のためさ。キルア・ゾルディックがどっかで言ったセリフ。念のためさ。どこで言ったっけ？どっかで言うよね。それは大体のキャラどっかでなんか言うわな。でもなんか煮えてきてる気はするね。炒まってきてるって言えばいい。火がついてきましたね。これ熱い。ちょっと待って。熱い。熱かったわ。熱かったわー。ぐでたま。でも、平竹には火が入った感じする。もう20分やってんね。お昼になっちゃうぞ。11時42分。
最初から入れてるベーコン、丸ハムっていうのかな、あれは火が通ったみたいだけど、このインゲンがね、ちょっと火通るの時間かかりそうなんですよね。ちょっと気づいたらこいつに引火してた。こいつ燃えてたよ今、この人。際に置いてると燃えちゃうね。めっちゃ火が出てきた。あら、これ焦げてるような気もしなくもない。強火でいってる感がすごいある。ちょっと味見してみます、ピーマン。いや、まだ硬い。ちょっとしたものを持ってくるからぜひ食べないでとは言ったんですけど、手間がかかりますね、やっぱりフライパンと違って。油を敷いてないのも痛いかもしれない。油買ってこようかな。あっちで焼き直そうかな。炒め直そうかな。もしあれな時は。焦げますね。結論、油を敷いた方がいい。ちょっとこれ剥がれそうだから、これやめます。これぐらいの、あっちでまた炒め直します。はい、ミッションフェイルド、失敗ということで、味付けだけしときます。マキシマムで、まあ、食べれなくはないと思いますけど、インゲンに火が通るのが時間かかるからね、これ入れなきゃよかったね。うん、まインゲンここに取ります。後で夜焼いて食べます。私がこげちゃうな。これはどっかしておいて、いや、あったかいこの骨付き肉だけで十分、差し入れとしては成立しています。はい、分かってたんだ、打足だって。野菜炒めは打足だって分かっていたんだ。焦げちゃう。燃えるからね、ほんと気をつけないと。うん、燃えてるよ、ここ。あっち、
はい。はい、これもこれでいいでしょう。はい、できました。はい、うまそう。はい、うまそう。優勝です。優勝決定。ちょっとこれ味見してみますね。うん、しょっぺかけすぎたかも。うん、ピーマンもいい感じだ。じゃここを閉めてお昼ご飯差し入れに行っていきます。はい、ではちなみに天気はこんな感じでした。はい、それでは午後からも頑張りましょう。昼飯食べてね。はい。